ジュニア期からの活躍、違法賭博問題、世界ランキング1位、遠征先での交通事故、東京五輪。代表からの引退を表明したバドミントン男子シングルスの元世界王者、桃田賢斗、NTT 東日本、の約10年の日本代表活動は、波乱万丈、波乱万丈、だった。しんどいことだらけだったが、貴重な経験だった。万感の思いを胸に、 今日27日に開幕する団体世界一を決める国地域別対抗戦トマス杯生徒イコール中国のコートに立つ写真遠征先のマレーシアで交通事故に遭った桃田二間の縫合痕が痛々しい2020年気持ちと体のギャップが続いていく中でこのまま世界一をまた目指そうというところまでいけないと判断した 4月18日に東京都内で記者会見し、代表からの引退を表明した桃田は、丁寧に言葉を選びながら、そう語った。香川県に生まれ、小学1年でバドミントンを始めた。中、高校時代は親元を離れて福島県富岡町に、バドミントン留学し、頭角を現し始める。社会人2年目の2014年に初めて日本代表入りし、 男子バドミントンの国別対抗セントマス杯で日本の初優勝に貢献。15年世界選手権では男子シングルス日本初の銅メダルを獲得した。華やかな容姿やプレースタイルが人気を集め、当時はビッグマウスとしても知られた。派手な生活がしたい、バドミントンをメジャースポーツにしたいという思いから、当時、総合をしたこともある。 16年リオデジャネイロ五輪での活躍が期待された矢先の同4月、違法賭博問題が発覚する。出場停止処分を受け、最初の五輪出場機会を逸した。17年5月に復帰して以降は、かつての奔放な言動は聞かれなくなる。応援されるような、愛される選手になりたい。試合時のシャトル交換の際の所作にまで気をしようになった。 18年の世界選手権とジャパンオープンで日本男子初の頂点に輝いた。同9月には日本男子初の世界ランキング1位にたどり着き、19年には国際大会で年間最多となる11勝を挙げるなど、圧倒的な強さを誇った。東京五輪での金メダルが期待される中、不運が襲う。2020年1月、遠征先のマレーシアで交通事故に遭い、 右目の眼下邸、眼下邸、骨折。思うようなプレーができず、21年東京五輪は一次リーグで敗退した。リベンジの舞台となるはずの22年8月の世界選手権、東京は2回戦で、翌週のジャパンオープン、大阪も初戦で、それぞれ敗れた。